一流はどうやって逆境を乗り越えるのか。くじけそうな時、不安な時、迷った時、あなたを勇気づける言葉がある。一流アスリートの言葉をもとに、メンタルを育てる具体的方法を徹底解説。スポーツメンタルコーチが教える逆境の乗り越え方。弱いメンタルに劇的に効くアスリートの言葉。スポーツメンタルコーチ鈴木隼人。産後感新社、フォレスト出版。はじめに、弱ったメンタルに成長のチャンスが眠っている。私は様々な競技の選手をメンタル面からサポートするスポーツメンタルコーチという仕事をしています。アスリートから 100% の能力を引き出し結果につなげるため、科学的な勉強の他にも多くのトップアスリートの言動を独自に研究してきました。またたくさんのプロアスリートに実際にお会いして、生の声を聞く機会も持っています。インタビューをさせていただくと、彼らの言葉の使い方は実に様々です。直接胸に響いてくる言葉もあれば、え、そんなことを考えてるのと不思議に思うような言葉もあります。一般的に皆さんはトップアスリートのポジティブな言葉に共感を覚えるのではないでしょうか。しかし多くのアスリートも時に弱音を吐いたりネガティブな表現をします。実際にお会いしたトップアスリートたちも他人に言えない悩みを抱えながら懸命に前に進んでいるからです。彼らの前向きな側面にはスポットライトが当たるものの、その迷いや悩みは一般にはあまり知られず、一流アスリートイコールポジティブ、さらにポジティブイコール成功というような構図で解釈されがちです。またこういった名言を扱う類の書籍では、主にポジティブな言葉を強調して紹介する傾向にあります。しかし本当に重要なのは、どんなアスリートもメンタルが弱ったりネガティブになったりすることがあるということです。一生ポジティブで居続けられる人などこの世にいません。だからこそ私は多くのアスリートの言葉に触れる中で、ポジティブな言葉を聞くよりもネガティブな状態から抜け出す術を学ぶことの方が大事だと思っています。著名アスリートの言動から私は3つの法則を見出しました。一つ目が弱気であること。二つ目が自分流を見つけ出そうとすること。三つ目が挫折を経験していること。彼ら彼女らの言動を調べてみて、私はポジティブに振る舞い続けることを疑うようになりました。もちろん時として自らを奮い立たせる言動は必要かもしれません。しかしそれだけでは必ず頭打ちになる時期が来ます。多くの方々が世の中にあふれるポジティブに生きようというメッセージに同意しながらも、なかなかそれを実践できずにいるのではないでしょうか。そんな時必要になるのが、弱い自分に向き合う覚悟です。弱気な自分、見たくない自分、嫌いな自分に向き合うのは難しいことです。そこでアスリートの言葉を解説しながら、
読者の皆さんのメンタルをサポートしつつ、自分と向き合っていただくことを目的に本書を執筆しました。本書は今にも心がくじけそうな人を対象に4章立ての構成になっています。1章はスタートの不安を励ます言葉、2章はくじけそうな心に聞く言葉、3章は生まれ変わるための言葉、そして4章は夢は続く、終わらない。ご自身のメンタルの状態で読む章が選べます。どこから読んでいただいても結構です。弱いメンタルに向き合っていただきながら、自然とモチベーションが高まる仕組みにもなっています。私の職業柄、アスリートに向けてのメッセージの形式をとっていますが、本書はビジネスマンや主婦、学生の方など、何かに取り組もうとしている全ての方にも自信を持っておすすめできる内容になっています。詳しくは本書中にも記しますが、私自身今から8年前、会社勤めの時にうつ病と診断され、ひどくネガティブな状態を経験してきました。その時私を支えてくれたのが多くの人たちの言葉でした。私を勇気づけてくれたたくさんの言葉があったからこそ、今の自分があると確信しています。本書があなたがしんどいと思った時、そっと寄り添えるような存在になれることを願っています。弱いメンタルで大丈夫です。くじけても不安でも心配いりません。全ては成長のチャンスなのですから。